all because I work differently from the plan. It's not my story, you'll present to reality. Confess if you lack the courage to live into the white world. You can start over any time where you come skinny. It's your story, the way you can become your story. こんばんは。19時30分回ったところです。はじめまして、こんばんは。星葉理香のカラフルスターエキスプレスの時間です。この番組ではですね、様々な、ジャンルに視点を当て、現在ご活躍されていらっしゃいます方々をお招きして、新しい情報をお届けする発信番組となっております。で本日はスペシャルゲストを2名、東京の方1名でズームをつなげておりますので、今日ぜひお楽しみいただければと思います。でこの番組ではですね、メッセージも募集しております。メールアドレスは797@fmginowan.com、 また FM ギノワンではツイキャスト、 YouTube ライブで映像と音声をネット配信しています。FM ギノワンのホームページから見ることができますので、そちらもお楽しみください。X も連動いたしていますので、たくさんツイートしてください。また、サイマル放送も始まりました。スマホの場合は、アプリ、リッスンラジオ、または、マイチューナーラジオで聞いてください。パソコンでお聞きの方は、FM ギノワンホームページに再生ボタンがあります。全編同時放置放送をお楽しみいただけます。ということで、はい、今ちょっと流れてる曲をですね、作ってくださる方が今日お招きしていらっしゃいますので、今日はまずこの、曲なんですが、ぜひ聴いていただきたいなと思って皆様にご紹介したいと思います。それではここで一曲フルでかけたいと思います。この番組のオープニングのテーマ曲を作詞作曲されたミケルさんの、キャンバス。Because I work differently from the plan. It's not my story, you'll present to reality. Confess if you lack the courage to live into the white world. You can start over any time where you come skinny. It's your story.I've started to like myself a little more. Recently I've started to like others a little more.The 2012 the sun, the starry sky will say the word you've dreamed of. You're right here, yet I feel like you're somewhere far away. That's when it gets lonely, it's so lonely. I've come to like you, no, no, love you.Genuinely care for someone from the heart is not just about like him, it's love. Love is
so compassionate with self-love and promise and for others promise all selfish kindness and truth kindness, kindness and wishing others happiness softly blend and calm your heart for me can this Make time come because I'll work differently from the plan. It's not my story. You present to give reality. Confess, confess. If you lack the courage to live into the white world, you can start over any time when you call me. It's your story, the way your car becomes your story. Confess, confess, all the late. Many times come because I'll work differently from the plan. It's not my story. You present to give reality. Confess, confess. If you lack the courage to live into the white world, you can start over any time when you call me. It's your story, the way your car becomes. Confess, confess. All the Many times come because I'll work differently from the plan. It's not my story. You present to give reality. Confess, confess. If you lack the courage to live into the white world, you can start over any time when you come to me. It's your story, the way your car becomes your story. こんばんは。星まりかのカラフルスターエクスプレスということで、今日から新しい番組を発信しております。この番組では、様々なチャンルに視点を当てて、現在ご活躍されている方々の情報を新しくお届けする番組となっております。今日は、素敵な方々をね、お招きしておりますので、ぜひともね、皆様のお耳を釘付けしたいと思います。早速ですが、今日はですね、私の隣に素敵な、新しい人、やってくださるパーソナリティの方で、Kさん、お招きしておりますので、ね、ぜひ画面見てる方、綺麗な方いらっしゃるでしょう？モデルさんかと思うぐらいの方の、身長も高くてスラッとしてる方なんですけど、ぜひ、ご紹介の方お願いします。はい。沖縄の、北から南まで、チャイルドケア、お子様のケアとアクティビティの会社、まあ、その他、いろいろやっております、女社長のケイです。よろしくお願いいたします。
ケイちゃんの今、授業が、ものすごく、その、北から南まで、こう、幅広く、動かれているということに着眼点を置いてるんですけど、実は、ケイちゃん、沖縄に移住してきて、今。今、8年目です。8年目ですよね。はい。その前は、まあ、大阪におりまして。大阪に。はい。ということは、移住組なわけです。そうです、そうです。もう移住中間ぐらいですかね。8年いたら。8年いたら。ですよね。はい。もう8年いたら、もうなんか、すごい、いろんなことが、分かってきて、はい。そうですね。移住前も、もともと、ベビーシッターの会社を、関西の方でやっていて、今も関西の方も継続中なので、16年目なんですけど、旅行が、自分がすごい大好きだったので、大阪の方は、家庭に入っていくような、ベビーシッターとか家事の代行の会社をやっていて、自分が子供を出産した後に、やっぱ子供とたくさんいろんな、世界中旅してる時に、やっぱり子供もなんかそこの土地ごとの良さを知ってほしいなと思って、そういう子供の教育に特化したチャイルドケアがやりたいなと思って、8年前に沖縄の方に移住してきました。なるほど。なんか、ちょっとね、プロフィール欄をちらっと見たときに、なんか、お友達の結婚式でハワイに行ったのが、そうなんです。そうなんです。そこから、ね、そこでね、なんかこの、自分はその時ママとして、こう疲れてたので、やっぱロミロミとか、マッサージがしたかったんですけど、子供は子供でそこは、ママが癒されてる間、子供もなんか自然、ハワイの自然とかの文化に触れるような体験してほしいなと思って、その当時、いろいろ調べたときに、結構自分の滞在先から離れたホテルで、それちょっと、野外保育というかチャイルドケアをやられてたんで、行きたいなと思ったんですけど、たまたま国際ライセンスを取っていてなく、車でそのホテルまで行けず、なんか自分がそういうの預けたかったし、やりたいな、でもその時日本にないなって思って、だったら、リゾート地って言ったらやっぱ沖縄なので、で、私妹が沖縄に住んでいたので、しょっちゅう年に3、4回は沖縄に来ていて、なるほど。どっちかもそれなりにあったので、で、やっぱり妹と遊びに来た、妹に会いに来た時はやっぱり大人だけでシュノーケルとか、やっぱ青の洞窟とか子供連れて行くのやっぱ大変なんで、大人が交代交代で見たりとかしていて、せっかく妹と泳ぎに来てるのに、結論妹と離れ離れとか。ですよね。なったので、これはちょっとナンセンスだなというか、せっかくの素敵な沖縄が、子供も大人もそれなりに満足して、時間過ごせるようなものを、あ、そうだ、ハワイにあの時に自分が預けれなかったチャイルドケアを自分がやってみようと思って、一眼発起して、沖縄行こうって決めて、20日後にはもう荷物、引っ越しして、もう、部屋に入り込んで住んでました。おー、はい。やっぱり社長だけだと即断、早いですね。決めたらめっちゃ早いです。いや、でもやっぱこう、社長さんのなんか気質が素晴らしいですよ。とんでもないです。向いてますよ。うずうずする。なんか悩んでても仕方ないし、やってみないとわからないので。ね、まさしく今、新進気鋭伸びてる会社が、のね、社長さんの行動を残し方、って感じがする。私から見ると。いえいえ、もう失敗したらね、夜中、コンビニでバイトしようかなと思って。そこまで、そう、はい、そこまで。はい。もうだから直前まで子供も知らなかったですし。あ、そっか、引っ越すのもね、はい。引っ越すのも知らなくて、もう急に引っ越しも決めちゃったから、もう家賃も2、3ヶ月、もう払って、すまないけども、2、3ヶ月分払って、引っ越し屋さん手配して、もうとにかく引っ越し屋さんさえ決まれば荷物運べるかなっていうので。ね、確かにそうですね。はい。ちょうど、私が引っ越したい日で日取りが取れたので。よかったですね。はい、そうなんです。やっぱり思い立ったが吉日って言いますからね。はい。だからその代わり20日間寝てないです。もう荷物詰めたり。そうなんですよ。移動してるからね。そうなんですよ。関西の時はお店とかもやってたので、そこのもう、なんか2軒分の引っ越しのちょっと荷詰めがあって、ほとんど寝てそうだね。その上に子育てをね。そうなんですよ。しかも、ケイちゃんは、シングルマザーなんですよ。独身で見えるでしょ、この方。3人子供がいるので。そう。ね、見えないんだけど、大きい子もいるんだけど、もうちっちゃい子もまだいるというね。この細い体でどのパワーが出てるのかわからないんですけど、もうすごい。いや、でもまあ、ね、そんな全然、大したことはできてないんですけど、まあ、自分がね、子育て中なんでっていうのがありますね。自分が、どこかに預けたり、誰かに預けるときに、こうしてほしいなっていうのを、基本今、自分の会社の中では、サービスにしていっていますね。
その会社のなんか子供の預けのね、はい、方たちのそのインスタもね、されてらっしゃるということなので、ぜひ皆さんチェックしていただきたいところなんですけれども、はい、Facebook も確かされてる、YouTube が、沖縄女社長っていうので、YouTube やらせていただいてて、うん、その中で、まあ自分がベビーシッターに入ってるシーンで、どういうふうにベビーシッターしているかとか、うん、あとアクティビティも33個、いろんなホテルと提携させていただいて、ホテルの中のアクティビティで、出させていただいてるので、アクティビティ33個を1個ずつ取っていってます。こんなお客さんと入ってるところとか、自分が、その自分のところのアクティビティやってめっちゃ楽しんでるやつとか。主にケイちゃん発信のそのスタンスとお客様もね、ちょっとしたやっぱりね、そうですね。アテンドしてるとき、ちゃんと真面目に働いてるときと、ね、自分が自分のところのアクティビティどれだけ楽しいかやってるやつとか。そうですね。はい。そういうのもね、やってるので、ぜひとも、ケイちゃんのね、そういう、お仕事の面だけじゃなくて、ケイちゃんが思い立った台風でのね、対策だったり、お子さん連れで来る、ママたちの心配のね、まあ、おむつが何枚必要だったのかっていうのも、私みたいな、旅行好きで、はい、沖縄二重組なので、そういう発信も、旅行ネタとか、移住ネタとかも合わせて、YouTube とか、Instagram でやらせていただいてます。しかも、ケイちゃん、自分で撮って、自分で発信しているので、もうやり手でしょこの方。全部、すべてがもう、なんかもう、もうパーフェクトで、さすがです。もう本当に、素晴らしいので、ぜひ皆さん、YouTube は、これ何で調べたらいいの、はい、沖縄女社長で、インスタも YouTube も出てまいりますので、沖縄女社長か、女社長経緯で出てきますので、はい。もう、ぜひ、それで検索していただいて、全くもう綺麗な、方なので見とれていただきながらね、ぜひ男性の方はね、はい、奥さんにちょっとこういうのもあるからちょっと知ってこうに奥さん高校ね、なんかね、せっかくなんで、なんか県内外問わず、はい、ご夫婦仲良くしていただく秘訣はやっぱ旦那さんが奥さんをねぎらって、はい、愛情深く接することだと思っているので、そういう時にうちのサービス、ベビーシッターでもアクティビティでも、みんな、家族みんなでアクティビティやりに行こうかとか、今日奥さん、家事解放でって言って、ベビーシッター使っていただくとか。そういうこと、二人だけでゆっくり、沖縄を堪能する提案もしながらも、はい、まあ、その間は、ケイちゃんの会社がしっかり、お預けして安全で、はい、しかも見て、まあ、子供も楽しんで、その間、はい、パパママ寂しいっていうよりも、うん、やっぱり、あ、楽しかった子供もっていう思いが。そうですね。ちょっとね、お子さんの教育にもちょっとね、力入れさせていただきたいなと思ってる。上層教育とか、成功体験とか、いろんなチャレンジするような、取り組みとかを保育の中に取り入れてやらせていただいてるので、まあ、それはアクティビティの中にも入れてあるので、やっぱりなんか人の人格形成っていうところにちょっと携わっていきたいなと、私が思ってるので、そういう要素をいろんな箇所に、詰め込んでおります。わあ、でも、なんか、すごいね、もうこれを聞いてる方々が、ぜひ、あ、じゃあね、東京とか関東とか他の県にいるいとことかが、沖縄に来たら、じゃあ、自分たち忙しくて見れなくても、あ、そうだ、こう、預けられる会社が、ここの沖縄に、女社長の経緯で調べるとあるぞと YouTube で。で、インスタも YouTube でもやってるし、そこにアクセスして、直接、問い合わせをしていただくことはもう全然24時間365日稼働してるということで。稼働していますので、はい。はい。フォトとか、写真、私フォトグラファーでもあるので、綺麗なお写真もお撮りしますし、これから、エステ授業もやらせていただくので、出張エステ、アンジェルテラスっていう名前で、出張のエステの方もさせていただきますので、もう、お子様も預かれるアクティビティもできる、エステもできる、写真も撮れる、うちに頼んでおけば沖縄旅行楽しくなるよっていう会社を目指しております。なんかおばあちゃんたちとか、はい、ご年配の方も預かっていただいてね。はい、全然、人だったら、動物以外はお預かり可能です。そのうちやっちゃうかもしれないです。でも本当におばあちゃん預かりあるんですよ。でしょ、なんかありますちょっと、ちょっと聞いたら、ね。はい、おばあちゃんと赤ちゃんセットで預かってっていう。後の間の年齢の方は、なるほど、ね。シュノーケリングとか行かれて。またそのおばあちゃんとおかかちゃんもね、楽しめるような。めっちゃ、はい。ただお部屋で見て見守るんではなくて。じゃないです。もう写真撮ってみたりとか、一緒にお散歩行ったりとか。その皆さん、はい、その年齢に応じた、ゆっくりと体験もね、合わせてできるということで。はい、もう素晴らしいでしょう。これ、一つあれですからね。はい。はい。わかりました。ということでね、もうけいちゃん、
ありがとうございました。もう、小皆さん、ぜひ、アクセス、女社長 K でお届けお願いいたします。はい、いたします。はい。ですね、続いて、そうですね、ゲスト、つなげて、すいません、ちょっと私も不慣れてましたね。ズームで、今日は東京の方からつなげていただきております。この曲をね、今流してるんですけど、まあ、オープニング曲もなんですが、ラスト曲まで手掛けてるアーティストのミケルちゃんをお呼びしたいと思います。ミケルちゃん、お待たせ。聞こえるかな？あ、音が入ってないかな？入ってない。あ、大丈夫だ。あ、来ましたよ。美しい声が。はい。あ、いえいえ。ミケルさんです。はい。はじめまして、ミケルです。よろしくお願いします。いらっしゃいませ。よろしくお願いします。はい。かわいい方でしょ。20ね、まだ7歳だった。言っていいねってでしょ。まだね。ギリ。まだね。27はもう大人にですからね、十分ね。彼女ならでの視点で曲を作ってるんですけど、もう彼女のその声とその音楽がまさしくもなんか私はずっとファンで、もうね、一生懸命このね活動も関東圏でされてらっしゃるんですけど、うん、ね、とあるところから長くお付き合いしてね、同じ宝塚ファンというところからつながりがあってね、はい、もうね、一生懸命頑張ってる姿を見てたので、ぜひ私の番組のオープニングとかいろいろに携わっていただいてるって形になりますので、はい、本当にありがとうございます。ね、素晴らしい機会をいただけて本当に嬉しいです。ね。この、はい、今さっきかけたさ、まあ、バックにかけてる曲もなんですけど、はい、水彩の風だったっけ？はい、うん、そうです。そう。なんですけど、このオープニングのカーニバルについてちょっとご説明してもらって。キャンバス、キャンバス。キャンバスか、キャンバス、ごめんなさい。キャンバスね。ごめんなさい。はい。これはどういった曲？そうですね。はい、これストーリー仕立てで作ってる曲で、はい、YouTube で私、動画を作っていて、うん、この曲の PV があるので、うん、もしよかったら、後で YouTube で、ミケルの、ミケルで、うん、ミケルキャンバスで検索していただければ、はい、オープニングの曲の動画が出てくるんですけど、うん、ちなみにイラストは AI に、書かせてます。ハイテクです。はい。で、はい。ストーリー仕立てになってるので、ちょっとネタバレになっちゃうかなとは思うんですけど、うんうん、まあ、見て感じ取ってもらえれば嬉しいんですけど、うん、まあ、人生は何度でもやり直せるっていう、うん、そういうメッセージ性があります。でも、いろんな普遍性がある作品にしたいと思って作っているので、いろんな見方ができるんじゃないかなと思っているので、もし、見て曲を聴いて動画を見てくださって、どういう印象っていうか、コメントとかあったら、いただけたらすごく嬉しいです。はい。ぜひね、はい、毎回沖縄で流れますので、ぜひ。ありがとうございます。ミケルちゃんも、この曲はもう、はい、リリースされてるんですよね、キャンバスはね。そうですね。はい、はい。今回のオープニングで使わせていただいてるのは、うん、まあ、尺の関係で、うん、リリースしてる曲の今、2倍の尺で流してもらっていまして、リリースしてるのはもう半分の、もっとショートの曲ですけど、うん、はい、Apple Music とか、うん、Amazon Music、うん、Spotify だとか、はい、LINE Music、うん、いろんなところから、サブスクでももちろん聴けますので、うん、ぜひ聴いていただけたら嬉しいです。わかりました。はい、これ検索は、ミケルはアルファベットのミケルで検索できますよね。そうですね。カタカナでも出るかと思うんですけど、はい、ローマ字でミケル。ルは R で大丈夫です。で、曲名も一緒に入れると、100% の確率で出てくるんで。キャンバスはアルファベットだ、はい、ですよね。そうですね。アルファベットで、キャンバス、CANVAS ですね。わかりました。今、はい、バックに流れてる曲は水彩の、水彩の風。風というこれは実は、まだ未公開で、はい、2月24日からリリースする予定です。はい、ちょっと一足早めに。先駆けで沖縄に、はい、春の桜のように、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。
ました。じゃあちょっとあの曲もね、ラストの曲もゆらりゆらでしたっけ、あれもあゆららゆらり、ゆら、はい、これをかけていきたいと思います、はい、ちょっとそのままお待ちくださいませ。はい、はい、終わりますか。はい、わかりました。もうこれで大体終わりの時間になってしまいました。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。曲を入れてみたいと思います。ありがとうございました。はい、ミケルちゃんでした。ありがとうございました。今日はですね、あのじゃあ曲の方はもう次回またね、あの流したいと思います。最後にね、それではまたこの曲を聴きながら、じゃああのねお別れしたいと思います。今日はね、あのケイちゃんお忙しい中ありがとうございました。ありがとうございます。またあの来週もぜひケイちゃん出られるので、またいろいろ突っ込んでお話聞きたいと思います。またよろしくお願いいたします。ゆららゆらりと流れゆく記念写真はこのフィルターで